ミニフィグの色ともう合いますね。これはめちゃくちゃかっこいいです。僕一番気になるのは、このジェットメカから、こちらのロボモードにどうやって変形するのかめっちゃ気になります。これは2個買いして正解ですね。皆さんこんにちは。ジェイソンレゴブルーだ。ひらひら。はい、今回の動画はこちら。レゴ忍者号カイのトランスメカジェットの続きになります。前回の動画でカイのトランスメカジェットのロボモードを組み立てました。もう一言で言うのであればめちゃくちゃかっこよかったです。はい、今回の動画はこちらのジェットモードを組み立てます。はい、前回の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではジェットモードを組み立てます。完成！ジェットモードです！おー、このジェットモードもめちゃくちゃかっこいい。個人的に思ってたんですけど、このジェットモード意外と薄いです。はい厚みに関してはまあいいとして、このジェットモードすごいかっこいいです。今回付属するミニフィグは前回のロボモードと一緒なので、今回は組み立ては省きました。ではこのジェットモードを見ましょう。いやー、これはすごいかっこいい。やっぱ目立つのはこの黄緑色のクリアパーツですね。いやー、これがすごいかっこいい。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。僕結構びっくりしたのが、今回操縦席がゲームのコントローラーになってます。これは前回のカイのプライムコントローラーウェポンですね。コントローラーウェポンってこんな感じで使うんだ。へえ、この忍者号なかなか面白いな。こう開くと中はこのようになっています。中にはミサイルがついてます。そして後ろはこのようになってます。この3つのクリアパーツが目にいっちゃいますね。後ろのこの部分は前回のロボモードでいうバックパックですね。いや、ロボモード見た感じどこが足になるんだろう。まあ、ここなんか、ここは腕っぽいんですよね。はい、裏側はこのようになってます。で、さっきも言ったんですけど、このジェットモード結構こう思ってたより薄かったな。なんか大きさ的にロボモードの武器になりそうはい、では続いてはこちらのジェットモードの可動範囲について説明します。まずこのコントローラーがこのように動いて、この前面部分もこのように開きます。そして羽はこちらの尾翼が少しだけ動きます。なんか前に作ったロボモードめちゃくちゃ動いたんですけど、このジェットモードってほぼ固定なんですね。まあこれに関してはしょうがないのかな。はい、それではカイを乗せます。乗せる前に後ろの刀を抜く必要があります。ここに座らせれるスペースがありますので、ここにカイを座らせます。ちょっと、おー、はい、乗せてみるとこんな感じです。ミニフィグの色ともう合いますね。これはめちゃくちゃかっこいいです。はい、では続いては大きさ比較いきます。まずレゴマリオと比較すると、
こんな感じです。あ、なんかレゴマリオが乗ってもそんな違和感ないかもしれない。これは後で乗せてみようと思います。そして前回作ったロボモードと比較するとこんな感じです。あの、僕一番気になるのはこのジェットメカからこちらのロボモードにどうやって変形するのか、めっちゃ気になります。これレゴ忍者GO見たら変形プロセス見れるのかな。これはめっちゃ気になりますね。あの、前回の動画でレゴ忍者GOについてはあんま分かんなくて、あとはレゴ忍者GOって結構お値段するので僕結構スルーしてきたんですけど、このカイのトランスメカジェットでもう変わりましたね。メカモードからロボモードへ組み替え一切なしのものがあったら、いや、これ買おうかな。いやー、もうこれは超かっこいいです。はい、では今からこのジェットボードにレゴマリオが乗れるか検証したいと思います。大きさ的にマリオが乗ってもそんな違和感は、あー、やばいやばいやばい、大きさ的にレゴマリオが乗ってもそんな違和感、あー、やばいやばいやばい、ちょっと電源切っちゃいます。大きさ的にレゴマリオが乗っても違和感ないかも。あー、ちょっとギリギリ乗れますね。はい、レゴマリオを乗せてみるとこんな感じです。あの、このレゴマリオに関しては乗せてるだけなので、個人的に乗せるのはあんまおすすめしないです。あの、なんかマリオが乗っても違和感はないようなあるような。これどうだろう。ではさらに言うと電源切ってるので、もう怖いな。なんかマリオの泣き殻が操縦してるの怖。そして、この尾翼パーツを外して、尾翼の十字ピンをこれに刺して、これに取り付けて、そして、ロボモードの右腕に持たせれば、よっと、うおぉ、うわぁ、かっこいい。はい、こんな感じでロボモードの武器になります。いや、これすっごいな。横から見るとこんな感じです。もうロボモードの体験ですね。これかっこいい。ポーズ取らせようと思ったんですけど、ジェットモードがロボモードに結構当たっちゃうので、基本的にはもう固定ですね。ただ設置線に関しては3点で自立しますので、これは結構いいかもしれない。これは2個買いして正解ですね。はい、そして僕は2個買いましたので、このように二刀流にすることもできます。いや、やっぱ二刀流めっちゃかっこいいな。はい、レゴ忍者GO カイのトランスメカジェットのジェットモードはこんな感じです。はい、ということでレゴ忍者GO カイのトランスメカジェットのジェットモードを組み立てました。あの、前回の動画でも言ったんですけど、なんで僕はこんなかっこいいレゴ忍者GOを今まで通ってきてなかっただと自分の中ですごい後悔してます。今回ジェットモードとロボモード両方組み立てたんですけど、やっぱ両方いいですね。まずロボモードに関しては全体かっこいいのと、あとボールジョイントがあるのでめちゃくちゃ動くので、これはすごいいいと思いました。ジェットモードに関してはロボモードと違って全然動かないんですけど、ロボモードからジェットモードにトランスフォームしたと考えたら、これはかなり完成度が高いです。で、あとは改造してロボモードの武器にするのもありです。で、あの、動画でも言ったんですけど、もしレゴ忍者GOでビークルモードからロボモードへ組み替えなしで変形するものがあったら買おうと思います。ただ動画でも言ったんですけど、レゴ忍者GOに関してはあんまりよくわからないので、まあレビューするとなったら、まあある程度の知識入れた上でやろうと思います。今回のカイのトランスメカジェットはすごく良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。